ロックターミガンの紹介を4枚のパネルでも立ちます。結構立ちます。もっとピンピンにしてくれってこととか、よりパンパンにしてもらって、こんだけ弾む。どうもスタッフの小林です。今回はですね、うちのプライベートブランドロックターミガンの紹介をしていきたいと思います。前店内にある商品は紹介したんですけど、まあ、使い方とか焚き火台なんかはこう火入れてとかっていうのがお見せできてなかったので、そういったものを、見ていきたいと思います。ちょっとあえて箱から取らせてもらってるんですが、ちょっとこの辺は力を入れて作ったものなので、箱のパッケージ開けたところから見ていただこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、まず紹介しますのが、焚き火台ですね。この唐草という唐草模様の6枚パネルの焚き火台と、まず箱を開けていきたいと思います。箱を開けると組み立て方取説が入ってまして、収納袋も、付属しております。で、1枚1枚こんな感じで梱包されてますので、まあ、買った時から傷とかはないかなと思います。まあ、使っちゃえば火を入れて色はついちゃうかもしれないんですけれども、1枚だけうちの、ロゴロックターミガン、じゃあライチョウのマークなんですけれども、こちらが入ってるパネルがあります。では組み立てていきます。で、組み立て方も非常にシンプルで、このパネルのここに切り込みというか、この接続する部分が入る穴と切り込みがありますので、こちらにこうどんどんはめていくっていう感じですね。こんな感じでつなげていきます。で、6枚パネルが入ってるんですけれども、こういうふうに3枚パネルで三角形、4枚のパネルでも、使えるというふうで、3、4、5、6、4種類というか 6枚のパネルを組み合わせて、その時の、まあ、気分とか人数によって大きさを変えることができる焚き火台になってます。こんな感じで五角形で六角形という風にできます。唐草模様で結構こう空気が入りやすいようになってるので、燃焼率もかなりいい焚き火台になってます。で、結構こういう焚き火台ってパネルが一枚一枚しっかりしてて重たいっていうことがあるんですけれども、使ってるこのステンレスの素材もなかなかいい素材を使ってるみたいで、薄くて軽量なんですけれどもかなり強度はあるようで、試作段階で使っても使い終わった後に歪みがほとんど出なかったと言われているぐらいクオリティが高いです。これも後ほど、火入れをしていきたいと思います。次に X ボンファイヤーという焚き火台、こちらも開けていきたいと思います。同じように組み立て方の説明書が入ってますね。こちらも同じように収納袋が付属しております。意外と収納袋付属してる焚き火台なかったりするので、こういうのはいい点じゃないかなと思います。で、開けてもらうと薄さがこの薄さなんですよね。かなり軽いです。で、ここにボルトがあるんですけれども、ボルトを締め込むことでカバンみたいな形で持ち運ぶことができます。 1.95kg らしいのでそんなに重さは感じません。で、あと立ちます。必要かって言われるとちょっと分かんないですけど立ちます。取れちゃいましたね。立つ
ように、まあ、収納ができるというふうになっております。で、組み立て方はここのナットを外していただいて、このメインのパネル、こちらをクロスで合わせてもらって、このサイドのパネルつけていきます。で、ここかわいいポイントなんですけれども、ロストル、こちらがロックターミガン、ライチョウの足跡になってるんですね。矢印みたいですけど、これ足跡になります。で、この爪がついてる面とついてない面があるので、爪がついてる面を下にして、ここの四角の穴に、下段の方にある穴にはめます。こんな感じですね。この横のロゴと相まって歩いてるみたいに見えると思います。で、ここまで付け終わったら、五徳を置く用のブリッジがついてます。多めについてるので、位置変えたりとかすることもできます。2つだけでも使えますし、この4つ使ってもらっても大丈夫です。で、あとこちらの、ここの端っこが丸くなってるのが開き防止ということで、こちらにつきます。はい、こんな感じで、開き防止になっております。で、ブリッジをつけて、で、この細長い鉄板が2枚あるので、これの切り込みとこのブリッジの切り込み合わせて、こうするとここに五徳ができますね。これで、使うことができます。薪を入れるときは、ここから入れてもらうといいかなと思います。この両サイドですね、から入れてもらうと薪もしっかり入れやすいかと思います。持ってみた感じ、全然重さも軽く感じますので、結構軽量な焚き火でいいんじゃないかなと思います。これも後で火入れしてみたいと思います。はい、次に紹介しますのが、コットですね。簡易ベッドです。こちらはですね、形はあの人気のヘリノックスのコットを、イメージして作ったような、形になっております。で、特徴はですね、この弾力がかなりあります。他のものも結構似たようなやつ出てると思うんですけど、ちょっとたわみがあるとかっていう風で、口コミ見たこともあるんですけれども、うちはとにかくこの張りにこだわってまして、一回あの試作品ができた時にある程度の張りはあったんですけど、もっとピンピンにしてくれってことで、この幅何センチか切ってもらって、よりパンパンにしてもらったという風になってます。この携帯とか落としてもこんだけ弾むので、張りにはすごい自信があります。あと、作り方は他のコットと同じような、作りになってますので、持ってる方は同じように組み立ってもらえればいいかと思います。ここにポールが2本入ってまして、この足3箇所ついてるので、この足3箇所を引っ掛けて、設営してもらうという風になってます。で、今これロースタイル低い状態なので、ソロキャンプされる方とかこう座って使ったりできるサイズなんですけれども、一応これ、ローとハイで分けることができまして、足が付属しております。ここに足を入れる穴があるんですけども、はめてもらうことでハイスタイルとしても使うことができます。全部で12本付属しております。こんな感じでハイスタイルになりますね。一応これ収納袋なんですけど、こ
このサイズです。だいたいまあ40センチ50センチぐらいのサイズになってますので、割とコンパクトなんじゃないかなと思います。でハイスタイルにすると高さが出るので、普通の椅子のような感じで使えるかと思います。でまあ僕前の動画でも出たんですけど、身長175なので、寝てみるとだいたい足と頭出ないぐらいですね。180センチぐらいまでの人なら全然お使いいただけるんじゃないかなと思います。あと一応こちらにもちょっと横になっちゃってますけど、ロックターミガンのロゴが入っていて、黒色で統一されてますので、結構かっこいい仕上がりになったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はロックターミガンの商品を紹介してきたんですけれども、まだまだ今後いろんな商品出てくると思います。結構ですね、最近やっぱいろんな商品出ていい商品もたくさんあるんですけれども、まあ、うちもそれに負けないように力を入れて作ってますので、まあ、一回もし買ってもらって、まあ、実はこういうとこ使いにくかったよとかっていうことを言ってもらえれば、こう改良もできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんにですね、こう育てていただきたい道具の、ブランドの一つでもあります。ぜひ皆さんのお声を聞かせていただいて、それをこう取り入れていろんなものを作っていきたいですので、ぜひご協力をお願いいたします。また新しい道具出ましたら、動画とか作りたいと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。では、次回の動画でお会いしましょう。はい、ということで、今回はですね、外で久々の撮影ということで、天気も良くてとても気持ちよく動画が撮れたと思います。で今回、撮らせていただいたのがこちらのクワガタ村という岐阜県にあるクワガタをこう専門で扱っているお店の、裏をお借りして、撮らせていただきました。本当にありがとうございます。また今後もですね、こちらのクワガタ村さんとコラボの動画とか、あとまあイベントなんかもですね、できたらいいなと思ってますので、ぜひその辺もご期待ください。でクワガタ村さんなんですけれども、火曜日と水曜日が定休日で12時から営業今されてますので、まあもしご不明な点等あればですね、野平さんというめちゃめちゃ優しい方がいらっしゃいますので、そちらの方に聞いていただければいいかと思います。では次回の動画でお会いしましょう。アウトドア専門店キャンプリンク、店舗の詳しい情報は概要欄から。また毎週動画を更新しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。